悩む力は人を大きく成長させます。それは悪いことではなく、むしろ次の成長へのステップとなるのです。明治時代、あのラフカディオ・ハーンが何に悩み、何に希望を見出し、日本の素晴らしさに迫っていったのか、その秘密に迫ります。1894年、ホートン・ミフリン社から出版された日本の面影全2巻。700ページに及ぶこの作品は、ハーンが松江滞在中に構想し、熊本でその大部分が書かれたと言われている。ハーンは熊本に旧制第五高等学校の英語教師として赴任。1850年、ギリシャ生まれ。母はギリシャ人のローザ、父はアイルランド出身で英国軍の軍医であったチャールズ、国籍はイギリスとなった。生後間もなく父はカリブ海の西インド諸島へ赴任し、ハーンは母と共にアイルランドのダブリンへ移った。数年後、赴任先から父は帰ってきたが、母はギリシャへと戻り、父も外地で病死、天涯孤独となった。大叔母に引き取られたハーンは寄宿制のカトリック神学校へ入学。厳格なカトリックの学校、そこは多くの神が息づく文化を根底に持つギリシャから来た少年にとっては息が詰まる場所でもあった。19歳の時、単身アメリカへ。渡米後、彼は様々な職業に就いた。ようやくジャーナリズムの世界に光を見出したのは23歳の頃だった。その後、東洋への関心を持ち、雑誌特派員として来日したのは1890年。日本での著作となった日本の面影は、日本の森羅万象への興味や好奇心だけではなく、敬意が込められていた。前任地の松江で小泉節と知り合い結婚。熊本の生活は実に充実していた。ハーンは妻と初めて家庭的な日本の正月を過ごす。着物が好きだったハーンは新年宴会に紋付き姿で出席した。1897年7月に長崎への旅行に出かけた紀と三隅の浦島屋に立ち寄った。またこの年11月には長男の和夫が誕生。この頃から自宅があった熊本市坪井地区の隣人たちとの交流が盛んになる。天涯孤独だったハーンは熊本で初めて家庭生活を味わい、隣人地域と交わる楽しみを得た。もう自分は天涯孤独ではないということを強く感じたことだろう。今まで何度となく味わった孤独や裏切りへの恐れや、自分の中にもある人の弱さについてきちんと向き合えることへの自信へとつながった。新たな創作への準備が整った。日本の各地に昔から伝わる話を描き直した怪談である。母子などの絶えぬ愛、人と人との間にある信頼の強さや脆さ、約束の儚さ、そして人生の不条理、幼少の頃から晒されたがゆえに封印してきたそれらの人間の感情へ正面から向き合い、古くからの怪談を再構成しながら生き生きと描き出していった。旧制第五高等学校記念館、その裏の小高い丘の上に今でもポツンと地蔵様が立っている。ハーンは教務の合間に時間があるとこの地蔵に参っていたという。それは天涯孤独なこの地蔵にこれまでの自分を重ね合わせながら、そこから毅然と立ち上がる自分への決意を繰り返し語りかけていたに違いない。熊本で事実を丹念に描く日本の面影を描きながら、家族や地域の仲間、安心感に包まれることで心の奥底にしまい込んでいた、そんな気持ちを名作怪談に込めることにつなげていったのですね。彼の怪談は今も世の中にある愛や信頼、そして不条理を描き出している、そんな気がします。